ったかな。どうしよう。あれ、こんにちは、かのんちゃん。どうかしたの？あ、マリナさん、こんにちは。道に迷っちゃって。それならこの道をまっすぐ行けばサークルの近くに出るよ。私たちもサークルに戻るところだし、一緒に行こっか。本当ですか？ありがとうございます。お願いします。あ、そういえば花咲川スマイル遊園地でハロハピの紹介コーナー作ったんだってね。スタジオの予約に来た子たちも見に行ったって言ってて、とっても話題になってるよ。特に銅像のインパクトがすごかったみたい。ああ、みんな見に来てくれたんですね。やっぱりあの銅像すごく目立ってるんだ。全員一つずつ展示するものを考えてきたんですけど、銅像はココロちゃんが持ってきてくれたんです。実はそんな気がしてたんだ。ココロちゃんのすることっていつもすごいスケールだし。そうですね。けど他のみんなの展示もお客さんを笑顔にしたいって気持ちは一緒ですから。みんなの個性がたくさん詰まったハロハピらしい紹介コーナーになったと思います。ハロハピのみんなが頑張って作った展示コーナーだもん。お客さんたちも楽しんでくれてると思うな。ところでカノンちゃんは何を持って行ったの？私はハロハピが今までやってきたことをまとめてイラストと一緒にマップにしてみたんです。今までいろんなことをやってきたから、それを私たちを知らない人にも紹介したくって。ハロハピはライブ以外にもいろんなことしてるもんね。見応えのあるコーナーになったんだろうな。はい、お客さんも楽しんで見てくれてた気がします。それとマップにしたのはもう一つ理由があって、時には立ち止まってこれまで歩んできた道のりを振り返るのもいいかもって思ったんです。ココロちゃんはいつも前へ向かって走り続けてますから、たまには今まで見てきた笑顔を思い返してほっと一息ついてくれたら嬉しいなって。なるほど。確かにハロハピって常に新しいことに挑戦し続けてる感じだもん。たまにはそういう時間も必要だよね。はい、それに一緒に振り返ってくれたのはハロハピのみんなだけじゃなかったんです。最初はこれまでの私たちを知らない人向けに紹介するつもりだったんですけど、私たちの活動を知ってる人たちも来てくれて、地図を見ながらみんなとおしゃべりして一緒に思い出を振り返るのはやっぱり楽しかったです。いいな、本当に楽しそう。今度私も見に行ってみようかな。わあ、ぜひ見に来てください。きっとみんなも喜ぶと思います。わかった、次の休みにでも遊びに行くね。ところでカノンちゃん、迷子になってたみたいだけどどこに行くつもりだったの？今日はハロハピのみんなと公園で待ち合わせしてるんです。でもココロちゃんにはただ集合って言われただけで、何をするかは全然聞かされてないんですよね。おお、なんかちょっとだけ怖い気もするね。そうですね。でも最近はそれと同じくらい次は何があるんだろうってワクワクしてる自分がいたりして。さすがカノンちゃん、ハロハピの一員って感じだね。あれ、メッセージが。美咲ちゃん、カノンさん早く来て助けてください。大変、早く行かなくちゃ。公園って確かこっちでしたよね。私ここで失礼します。二人ともありがとうございました。カノンちゃん、公園はそっちじゃないよ。二つ先の角。待って待って。